ようこそ、キングとマリリンの邦ロック雑学チャンネルへ。このチャンネルでは、邦楽ロックバンドの雑学を紹介しています。今回ご紹介するのは、ハイエイタス。それでは早速、行ってみよう。ハイエイタスは、エルレガーデンが休止して、すぐに始まったバンド。当時のエルレガーデンを好きだった人にものすごい気を使いながら曲を書いていたが、エルレでやってたことをハイエイタスでやるのはメンバーに失礼だと思っていた。大きなスクリーンにモノクロの映像を出して見せる演出も少し変わったツアー。しかも恵比寿公演以外は座席。実はこういうツアーを待っていたというお客さんの声が多かった。ハイエイタスのジャズクラブライブシリーズ。この頃からみんな MC で話すようになり、ライブ中もみんなお酒を飲むようになった。細見さん曰く、バンドらしくなってきた。最初は細見さんのソロプロジェクトとして始まったハイエイタス。初出演はパンクスプリングというフェス。まだバンドの名前がなかった。サウンドチェックしたはずなのに、1曲目でギターの音が出ないという不吉なスタートだった。ファーストアルバム、トラッシュ・ウィーディー・ラブ。トラッシュ・ウィーディー・ラブの文字を並び替えると、セーブ・ザ・ワールドという意味になる。みんなといるときは楽しくてしょうがない。でも、細見さんは自分も含めて、なんでみんなわがままなんだろうと思っていた。バンド結成当初は心に余裕がなく、服も何を着ていいかわからず、当時の写真を振り返ると、なんだその帽子。と思った。結成当初の細見さんの MC はネガティブなものばかりで、自分でもパニック障害だったのではないかと思っていた。発作を起こしかけた時、伊沢さんが大丈夫だよとサインを送ってくれた。細見さんとしては伊沢さんが入ってくれたのが大きな出来事だった。伊沢さんはバンドに入った当初、このままだとこのバンドは解散すると思ったらしい。みんながバラバラだった時、最初に一緒に筋トレをしてくれたのが伊沢さん。本当に救われた。柏倉さんは当初は葛藤していた。バンドとして仲間に入っていいのかわからなかった。ツアーを重ねていくうちに、ここにいてもいいと素直に感じるようになった。アノマリーまでは細見さんが一人で奮闘しながら曲を書いていた。ワールド・オブ・パンデモニウムが完成するまでは、どういう曲を作ればいいかわからなくなっていた。その時に柏倉さんが一緒にスタジオに入ろうと誘ってくれて、その時に完成したのが、ハッチング・メイウィス。これがワールド・オブ・パンデモニウムの完成への道しるべになっている。マサはバンドの変化に全く気づくことはなく、酒を飲んでその辺を走り回っているような感じだった。バンドメンバーから見て、マサはとにかく必死にやっていたらしい。サードアルバムから、ただ大きな音でやればいいというものではないと気づき始めた。アコースティックの重要性を柏倉さんに聞いたり、機材をかき集めたり、とにかく一生懸命な人間である。伊沢さんが正式加入した時、全メンバーに堀江さんからお祝いのドンペリをもらった。審査以降、細見さんは肉体的に強くなり、バンドの流れも影響を受けたらしい。審査以降、マサは細見さんの背中から男の覚悟を感じた。このあたりから、酒を飲んで走り回ってる場合じゃないと思うようになった。インソムニアを弾いてる時に、細見さんがやばい状態になった時に、マサが細見さんの方を向いて弾いていた。お客さんを放ってまで助けに来てくれたのが本当に安心したし、救われたらしい。武道館公演の頃はがむしゃら感が抜け、現在のような空気感になった。キーパーオブザフレームツアーからは、スタッフ間との信頼も厚くなっていった。音響はこの人、照明はこの人、ライブは全員で作るものだという意識が強くなった。
東北に行った時に、ある高校生の男の子に細見さんは言われました。細見さん、僕はハイエータスが日本で一番好きなんだ。だけどクラスの子たちにはハイエータスの何がかっこいいかわからないって言われるんだ。だけど僕はかっこいいと思う。それがとても嬉しかった。だから君の応援してるバンドは武道館を埋められるバンドなんだぜって伝えたくて、そういう安心感を持ってもらいたくて武道館を選んだ理由がある。モノアイズを始めた時の他のメンバーの感想をまとめました。モノアイズの音源を作る際、14曲はリリースしたいと思って130曲作った。ハイエータスが武道館を終えてようやく一息つけた。自分の居場所はハイエータスしかない。そのプレッシャーをメンバーに与えているんじゃないか。それはフェアじゃないと思い、ソロを作ることにした。エルレガーデンが復活した時のメンバーのコメントをまとめました。ハイエータスの初期の時に上野さんは細見さんにアドバイスをしました。細見さんのソロインタビューではあることをいつも言っています。細見さんは思い出貧乏だったらしい。クラスで人気者だったわけじゃないし、誰も寄ってこない。でも今は仲間がいる。だから幸せなんだ。ハイエータスは最初はマサと二人で始めて、バンド名は任天堂忍者ウォリアーズ。マサと二人でやっていた時は毎日ご飯を二人で食べていた。ハイエータスはドラゴンクエストみたいに仲間が一人一人集まったようなバンドらしい。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。